号砲鳴って8レース S 級一般競争スタートします。1番吉永義弘、2番松岡孝明、それぞれ両ラインの追走を務める両者がまず前へと組み合っていく格好になりましたが、1番の吉永義弘が前をキープ、2番の松岡孝明2番手です。3番手以降はまず5番の三宅慎が上昇し、4番佐伯亮介を連れて上がっていきます。まずは吉永の前に三宅がドッキング、その前にこれから佐伯が入っていきそうです。その直後に3番久田優也、2番の松岡孝明で、6番の上木星俊一は最後尾のポジションです。前段も並び整って3対2対1、2周回目に入りました。正攻法は1番岡山の佐伯亮介です。昨日は5番手からバックルも合わされ5着というところ、今日は久田を相手にどういった組み立てを見せるでしょうか。マークは5番の三宅慎、昨日はうねき追走でしたが瓜生にまくられ5着、岡山コンビの後ろには1番の吉永義弘、昨日は佐伯ラインの3番手でした。4番手に3番の久田優也です。昨日は水戸の先行、ホーム仕掛けるも後位外、そこを上野に救われてという結果になりましたが、ここは力上位の佐伯に対して果敢な動きで見せていきたいところ。そのマークが2番の松岡孝明です。昨日は3部戦中段からの競争でしたが5着、今日は久田に任せての競争です。残りまもなく残り2周半を迎えるところ、そして今日は短期戦となりました。昨日は九島のマークでしたが、今日は短期戦の6番の上福越俊一、ご存知まっくり得意とするだけに、ここはもがき合ったところでは最後楽しみな存在です。前受けの佐伯は誘導との車間を切って、これから残り2周というところ、少し波を作り加減でしたが、お構いなしに久田が仕掛けていきまして、これを佐伯がまずは突っ張っていきました。一旦動いた久田はまた4番手に戻って、また6番の上福越は後方のまま、展開変わらず打賞を迎えていきます。ジャンを迎えましたが、ややまだ後ろの様子を警戒しながらという形の4番の佐伯、これに対し2センターあたりから3番久田が待っていきますが、ちょっと外外振られる形、2番の松岡は離れました。3番の久田は短期枠に狙って先頭に躍り出ましたが、2、3、4番手は中国勢、そして5番手に2番の松岡、最後尾に6番の上福越という展開、最終バックを迎えていきました。ホームで巻き返していきました。3番の久田が先頭ですが、2番手ここは逆に足を溜める形になった佐伯が息を吹き返していきそう。2センターから4コーナー、そして追っていくのが5、三宅慎、そして1番吉永は2番の松岡をさばきながら、4番、5番、1番のゴール体制、はまった格好から巻き返しました。中国勢上位独占、4番、5番、1番、第8レースが終了しました。ホームで久田が巻き返していったんですが、別戦ここは松岡が離れて後位はまる格好となった佐伯、最後は追い込んでいきました。4番、5番、岡山ワンツー、3着に1番の吉永あたりがいい仕事を見せまして、まあ、久田にはまくられたものの、その後の佐伯の巻き返しに最終的には援護する形になりました。4番、5番、1番の上位通過、一応の入選順決定、もう少々お待ちください。以上第8レースでした。